そやつをお主に寄ったのは確かシルバーがようやく捕まり立ちをし始めた頃だったような。まだ遊んでおったのか。やめ時がわからなくてな。気づけば習慣になっていた。何度か故障したがその度修理させている。なるほど。スマホなどの精密機器はお主の発する魔力や雷撃で再起不能になりがちだが、こやつは部品交換などが手軽でチープなおもちゃだ。それゆえ逆に長持ちしておるのじゃな。なんだ、今度は糞の掃除か。仕方のないやつだ。何を笑っている。最初にドラコーンが寿命を迎えた日、お主が城を抜け出してわしの家へやってきたのを思い出した。ひどくうろたえた様子で。リリア、朝になったらドラコーンがいなくなって卵が残されていた。どうしたらいいとな。クフあれは最初は必ず別れが来る仕組みだと知らなかっただけだ。玩具に寿命が設けられているとは思いもしなかった。どれだけマメに世話をしてもドラコーンは30日足らずで卵を残していなくなってしまう。人間はなぜこいつをそんな風に作ったのだろうな。30日では短いと。長い短いというよりドラコーンは架空のおとぎのための存在だろう。ならば命の期限を設けずとも良いのではないかと、そう思ったんだ。なるほど。確かにお主の言う通り、誰かを慰めるゲームの中でくらい世話さえすればずっと生き続けるくらいの絵空事で良いのかもしれん。だが終わりがあるからこそ共に過ごす時間を大切にしようと思えるのではないか。それに共に過ごす時間が長くなればなるほど別れは辛くなるものじゃ。リリア。さて、寮長に談話室の専用許可ももらえたことだし、急いで招待状を学園中に配らねば。ではな、マレウス。土曜の夜、わしの最後の祝いの席じゃ。きっと華やかな集まりになる。絶対にすっぽかすでないぞ。最後の祝いの席。